森井大輝、1980年生まれ。ソルトレークからソチまでのパラリンピックに4大会連続出場し、銀メダル3つ、銅メダル1つを獲得。昨シーズンは2年連続となるワールドカップ総合優勝。日の丸を背負い、世界中から注目されるトップパラアスリートだ。ソチパラリンピックを終えて、このままでは多分世界的に見ても日本というのは淘汰されてしまうというか、遅れを取ってしまうというような危機感しかなかったんですね。パラリンピックというのは用具の開発とともに進化していっているものだと僕は思うんですね。僕の頭にいつも浮かんでいるのは、もっといいチェアスキーに乗りたい、もしくはチェアスキーを作りたいっていう思いがあったんですね。もっといい車を作ろうよ。社長さんがそういうことを言ってくださる会社というのは、必ずその僕の思いだったりを受け止めてくれるんではないか。2014年8月、森井はトヨタに入社。チェアスキーの開発というトヨタでは誰も取り組んだことのない新しい挑戦が始まった。これは2014年の時点で森井が使用していたチェアスキー。骨格となるメインフレームにサスペンション機構、バケットシートなどの部品で構成されている。メインフレームの製作は日清医療機、車椅子業界ナンバーワンメーカーとして高い技術力で知られる会社だ。日本人選手の活躍とともに注目を集めた日本のチェアスキーは、多くの選手に使用されるようになり、ソチパラリンピックでは男子5種目15個のメダルのうち11個を日本製のマシンに乗った選手が獲得するほどになっていた。しかし森井は現状に満足していたわけではなかった。今まで使っていたチェアスキーというのはですね、2002年のアメリカのソルトレークパラリンピックから大きく変わってはいなくてですね、それが2014年のソチパラリンピックまでほぼ同じリンクの機構だったんですね。金メダルを取るためにはもっといいチェアスキーを作る必要がある。トヨタに入社した森井は、用具を改善したいという思いを周囲にぶつけた。技術として何かできないかというお話をいただきまして、まず森井選手とですね、お会いをさせていただきました。でその時に感じたですね、森井選手からの熱意で、この人とだったらきっといいものが作れるのではないかということから、この用具を少しでもよくできないかというプロジェクトを発足しました。榎本が開発のリーダーとなって、メンバーを集めていた。最初は人づてで集めていくと。でそれに共感してくれる上司とそこのメンバーっていう風に、少しずつ集めていったというのが実態です。そういう話をしに行った時に、上司もメンバーももうぜひやりたいと、業務工夫してぜひこれ入りたいという風に言ってもらえたのが、挑戦ってよく言いますけど、それに対してみんなやっぱそういう気持ちってあるんだなと。2015年7月、わずかな人数でプロジェクトはスタートした。手探り状態で始まったプロジェクトで拠り所にしたのは、森井がかねてからの思いを綴ったレポートだった。どうしても金メダルを取りたい、トヨタの知見をもとに今やっているところをなんとかブラッシュアップしたい、すごく感動もしましたし、こう湧き上がるものがありましたね。森井さんの走りの限界をマシンが決めてるっていう状況だったので、そこをまず直してあげたいと、アスリートとしてもっとより軽くより強くという思いが非常にあったので、その軽量光合成っていう目標を一番に考えて設計しました。森井がアイデアの入り口を示したことで、プロジェクトは大きく動き出した。シルエットを大胆に見直し、フレームの余計な厚みを徹底的に削ぎ落としていく。そして車作りで培った解析技術で、滑走時にかかる負荷のシミュレーションを行った。しかしチェアスキーを設計したことも現物を見たこともない開発陣は、大きな壁にぶつかった。これが本当に合ってるのかっていうのは、我々たちとしてすごく疑問で、どこぐらいまでの強度を持たせなければいけないのかっていうのも全然わからなかったと、そういうところに悩みがありました。ターニングポイントとなったのは、2015年11月、永谷が森井と初めて会った日だった。日清医療機さんの山田さんも一緒におられて、いろいろ話を聞く中で、今こういうところまで進んでますと、で解析の結果も見せたんですね。すると、あ、
前壊れたところが赤いって言ったんですね。ということはこの解析結果はほぼほぼ正しい方向に向いていると。試算データに確信を得た開発陣は目標とする強度の限界値を定め、開発は加速していった。結果的には3倍の合成アップを保ちながら、重量は 15% ぐらい軽量化できるという相反する性能を両立できたかなと思います。設計がほぼ固まると試作部で部品の製作が始まった。ボルト1本でも、なくせないかというような軽量化へのこだわりですかね。そういうものを聞いてですね、森井選手自身の感性の高さというかレベルの高さというものを本当に感じましたし、そこに向かってですね、我々も責任がこれは重いなというのを感じて、なんとか成し遂げないかなと。30名以上のメンバーが一丸となって部品の加工に携わり、約2年の開発期間中製作した部品点数はおよそ350に上った。やがて試作機が完成すると、森井が国内にいる数少ないチャンスを生かしてゲレンデで試走を行った。サスペンションをどう動かしてあげるとスキーの性能が上がるのかっていうのが初め分からなかったので、森井さんからどうやって滑ってるのかっていうのを事細かに教えていただきまして、ターン中にどういう荷重移動をしているのかだとか、そういうところをヒントにしながら設計を進めていきました。車を作るのもですね、テストドライバーさんがいて、その感能評価というのを聞いてエンジニアの方だったりがチューンをしたりだとかしてくださっているっていうのを聞いたときに、僕もアスリートであり、レーサーだというふうに思ったときに、僕のその言葉を紡いでそれを形にしてくれると信じていたので、実際走ってみたらアイスバーンとかがあって柔らかさの違いで入力が入るところもある、穴があったりして入力が入るところもあるって、じゃあ対策はこうしたらいいよねっていうのが、そこで分かる。現地現物でセッティングを追い込む日々が続いた。高速で滑走するチェアスキーにとって空力特性はタイムを左右する大切な要素だ。車に風を当ててどんな力がかかるかっていうのを測ってるもんですから、それと同じようなことをチェアスキーでやれば、空気抵抗を減らしたり空気の流れでチェアスキーを安定させて速く走る、そういうことができるかなと思って。実際の滑走に近い結果を得るために試作部が森井の体を計測して等身大のモデルを製作した。チェアスキーに関しての風流れ現象というのは未知でしたので、もうがむしゃらにやったというところですかね。空気抵抗をちょっとでもいいから下げたいというところが一番こだわりましたね。ミリ単位というところがチェアスキーでもかなり性能が変わってくるので、チーム全体でこういうパーツはどうかって考えて提供したものが実際に予想通りの答えが返ってきたときにはやっぱすごく嬉しいですね。2017年8月、森井は試作工場を訪れた。自分のチェアスキーが誰の手でどのように作られているか知りたいと思ったのだ。ここはどうやって加工してるんですかとか、実際に若手のメンバーと会話することによってですね、森井選手のこだわりだとか森井選手自身の人間的な魅力というものも感じて、なんとか森井選手のために頑張ろうと、そういったモチベーションはかなり上がったかなと。森井はスタッフに感謝の言葉を述べた。こんなに丁寧な作業で僕のチェアスキーはできているんですね。本当にありがとうございます。その目にはうっすらと涙が浮かんでいた。一ユーザーから直接感謝とか本当にありがたいっていう言葉だけじゃなくて表情からも伝わる、そういう感覚っていうのは多分普段の仕事の中ではなかなか体験できないことだと思うので、すごくいい場面に立ち会えたなと思って。僕にとってはヒーローですね。僕のチェアスキーというのは僕の命を預けるものなんですね。でそのものを本当に信頼して任すことのできる方たちが今の開発をしてくださっている人たちだと僕は思っています。こうして
森井が平昌パラリンピックで使うチェアスキーが完成した。従来のモデルよりも軽くなって、あと剛性が上がったことによって、本当自分の体の一部になったかのように操作することができるようになって、それこそ自分が思い描いたラインにトレースしやすくなったなっていう感じでありますね。すごく戦闘能力の上がったチェアスキーになったなというふうに思ってます。このプロジェクトを通してメンバーたちも多くのものを得た。僕らの想像をはるかに超える限界にチャレンジしていくっていうところはですね、目の当たりにして、もっともっとその突き詰める精神だとか、そのマインドの持ち方っていうところはですね、非常に刺激を受けるものがありました。人と人とのつながりの強さかなと思いますね。本当にみんなの力の集まりの結晶といったところが、私たちトヨタの一番強かったところかなと思います。自分が提案する一つ一つのものが、森井さんの求めている世界一っていう、自分では到底行くことのできないところへの携われる、非常にいい経験になりました。僕がこんなチェアスキー乗りたいんですっていう提案をさせていただくと、それどころじゃないぐらいのアイディアがその泉のように湧いてくる。本当に僕自身頼もしく思いましたし、またそういった方たちが作ってくださったチェアスキーに乗れること自体を、僕は誇りに思ってレースに臨みたいなと思ってます。平昌パラリンピックはもう目前に迫っている。本当にですね、トヨタの皆さん温かくてですね、その温かさがですね、本当に僕のその力になってですね、毎回そのスタート場を切るときには、皆さんの応援をですね、力に変えてスタート場を切るように心がけていて、はい、すごく嬉しく感じています。今回、多くのトヨタの仲間たちが平昌のスタートラインを目指して一歩踏み出したチャレンジに取り組んでいます。でもきっとこのチャレンジは、それを見ている人たちの多くの心を動かす可能性を持っていると信じています。ぜひこのチャレンジのバトンをですね、皆さんにつなげていけたらというふうに考えています。ピョンチャンで5大会出場になるんですけれども、連続出場になるんですけれども、ただどうしても取れてないメダルが一つだけあるんです。それがパラリンピックの金メダルです。それをですね、なんとか取れるようにですね、頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。